回ハイエース100系ですね、こちらにあのお客様の方からもう少しパワーを上げてほしいとかいう要望がありまして、今回、ZZX100 とかに搭載されている 1JZGT ですね、それを搭載いたしました。オーナーの方はやっぱり家族の方乗られたり、するので、まあ、その辺の快適性、まあ、その辺を重点に置いて車両を製作いたしました。もともとが、直列4気筒の、レシプロエンジンが搭載されてます。で、今回 1J6 気筒ですね、その辺を搭載するにあたりかなりスペースの部分は、苦労した点としてあります。で、あとはタービンとかあとはオイルパンとかですね、その辺を無加工で、ちょっと搭載するっていうのが、まあ、コンセプトの一つとしてありましたんで、その辺に製作する際は苦労した部分であります。大変ですねこれ、まあ、あのVR の時もそうですけれども、やっぱり、かなりボディのカットとかその辺はないですが、後輪取得ですね、やっぱ公道を走れるようにする安全性の部分だとかその辺意識してやっぱ製作するんで、かなり大変なものはやはりあります。こちらがオーナーの金杉さんです。ハイエースに乗ってるっていうことで、で、まあ、1J とかその辺のハイパワーの車を乗ってられないかというご相談を受けまして、ちょっと自分たちもその100系のハイエースに、まあ、ZX100 のエンジンは積んだこともないですし、まあ、ひとまず車だけでも見せてもらえないかっていうあの相談してあのご来店いただいたのが一番初めのきっかけです。ところでうちにやあのいろいろその辺の話をしていただいたっていうのは何か、あれだったんですか。あの例の200系 の, あの 35GTL のというエンジンのハイエースがやっぱり一番多くて、あ、じゃあ船津さんにお願いしてみようかなと思ってました。じゃそれまで船津さんのところはあのご存知じゃなかったんですか。すいません、知りませんでした。搭載するエンジンで、金杉さんの方から、まあ、1J っていう話があったんです。その辺の、部分は何で 1J をチョイスしたんですか。その辺はあの10年ぐらい前にやっぱ雑誌で51のハイエース、これの前の方のハイエースに 1J 乗せてるのを見て、でその時からずっとハイエースはもう何台も乗りついてるんですよ。私100系だけでも3台、ディーゼル1回乗ったんですけど51も2台乗ってるんですよ。でそういうのもあって、そういう思いがあって、それでそのオートサロン の, あの200系のハイエース見て、あとちょうど運よく金銭的に回るのが出てきたもんで、もう還暦だし今年はってことで、もう最後のわがままさせてもらおうかなと思ってやりました。このアクセルオフの時 の, あのまたブロークの音とかがまたたまらないですね。青森だからちょうどエアクリーナーとかが運転席のお尻の下ぐらいにあるんで、ちょうどよく音が聞こえますね。ノーマルのエンジンと比べて、いやもう全然届かない、の出だしだとか、その辺はすごいどんな感じですか。もうトルクも全然太いし、全然違うもん、ね、やっぱり全然別物ですよ。そうですね、はい。もう馬力がもう倍どころじゃないですから、ね。エンジンの搭載位置は、前側、のクランクの空輪の位置ですね。この辺はもともと積んであった、ハイエースのエンジンと、基本合わせるような形で製作しました。まあ、その理由っていうのがあの前にラジエーターがありまして、まあ、そこの、
部分はハイエースの容量と大体合わせたいなっていうのが全体的なスペースを見て、その辺が位置決めをいたしました。それで、オイルパンですね。どうしても、フロントメンバーと、干渉してしまうので、まあ 1J、2J です と、2種類のオイルパンの位置があります。で、このハイエースに積む際はこのスープラタイプと呼ばれている後ろにオイルパンがあるタイプですね。その辺に付け替えをして、メンバーを製作したような感じです。で、あとは両幅の、まあ、フレームとのスペースもかなり、スペースがないんですが、やっぱり快適性を求めるためにエンジンマウントのブッシュですね、こちらを設けたかったんで、それが、うまく、搭載できるような形でメンバー製作をしております。インタークーラーの、搭載位置ですけれども、こちらになりますね。これはちょっと前側にですね、スペースが、全然入るスペースがなくて、280馬力からまあ300ぐらい出力をさせたいっていう部分を考えますと、容量的にはこのぐらいの、最低限このぐらいの容量が必要かなと。で、取れるスペースっていうのが、ミッションの脇に確保できたんで、ここに搭載してあります。で、あとはパイピングですね。その辺はどうしても、長くなってしまうんですが、まあ、そこはやっぱりこういう、スワップする場合のちょっと妥協点でもあるかなという部分です。ミッションの、部分ですね。こちらは、同じく JZX100 の、オートマをそのまま、搭載しています。で、まあ、この辺の、ミッションのマウントとかですね、この辺は、新たに製作して、ハイエースの、ミッションマウントとブラケットの部分と結合できるような形で製作してあります。で、あとはプロペラシャフトですね。こちらは、やっぱ6気筒になった分、長さが短くなりますので、その辺は新たに、純正を短縮するような形で製作してあります。そうですね、ミッションのマウントの製作およびエンジンマウントですね、まあ、やっぱり、違うエンジンのものを搭載するときっていうのはどうしてもその辺ワンオフで製作する部分がありますんで、まあ、そこら辺はやっぱり、かなりの台数はやってるんですが、毎回時間のかかるところではあります。できてしまうと、あ、なんか、あ、できたなみたいな簡単に見えちゃう部分なんですけども、かなり、細かい部分ですね。例えば、シフトのリンケージの部分だとか、この辺もミッションが違うものなんで、リンケージなんかも、ストレスなく、走行距離ですね、重ねても不具合が出ないような形で、作っていったりとかっていう部分は、大変な部分。車検の部分ですけれども、もちろん、こちら、触媒ついてますんで、取得は可能です。で、あと、マフラーの音量の部分ですね。音量の部分も、こちらにサイレンサーを設けて、音量を下げて、対策しているような形です。後ろからのやっぱり4本出しで出てるっていう部分もオーナーの方のご希望がありましたんで、ここの部分は R35 GTR のテールの部分を使って、レイアウトして製作したような形ですね。デフの、中身の部分は、特に、触ってない形ですね。ギア比的にもそこまで、待ち乗りした感じ、悪くないので、このままのギア比で、つけてある感じです。ミッションも含めて、元々が JZX100 で使われているパッケージ で、まあ、うちでもあのブーストアップだとかタービン交換でオートマ車でまあ500馬力近くまで出しても問題ないんで、まあ、その辺は安心して今回搭載できたかなという感じです。まあ、基本的にはノーマルの、パッケージングをそのままやってるんで、耐久性とかその辺に関しては、かなり安心して乗れるかなっていう部分はありますね。
今乗ってきた感じいかがでしたでしょうか。もうノーマルと比べたらもう全然違う車のようです。はい、トルフ感がすごい感じるから車体が重いじゃないですか。だからそういう意味ではグーンっていくから踏んだら踏んだ分だけ気持ち的に踏んだ分だけ進んでくれるっていう感じです。前はノーマルの時は踏んだけど思ったよりはちょっと気持ちよりは遅いみたいな感じですね。はい、満足度はいかがでしょうか。もうバッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハイエースはこれで2代目ですね。1代目が VR38 で、うん、2代目が 1JZ ターボで、3代目があるのかなとりあえず相談は受けます、はい、まずは、はい、お待ちします。